はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日の動画はですね、2015年8月度の視聴者様撮影会バラルッチを探せですね。ちょっと詰まっちゃったよ。バラルッチを探せの撮影になります。でね、今回ね、初めて見る方もいるかもしれないので、一応ねちょっと説明したいなと思うんですけども、毎月ね第2日曜日あたり、これ今後あたりになりますけどに、行っておりまして、カタリルームのねこのドラクエ10を見てくださっている視聴者の方々を、動画にね出てもらおうという企画なんですね。まあいろいろあの動画出してますと、私も出たいというお話いっぱいいただくんですけども、なかなかねあのご一緒する機会っていうのが難しいんですね。なので、視聴者様をお映しする動画を撮ろうということで始めた企画であります。で、毎月第2日曜日あたりにやってるんですけども、今月からちょっと仕事の関係でね、日曜日に必ずできるってわけじゃなくなってしまったので、まあ第2日曜日前後ですね、今後はね、やっていきたいと思います。で、今回は、いつやるかは、8月のですね、10日、月曜日ですね、8月の10日月曜日、13時30分から始めたいと思います。で、どこに集まっていただくかっていうのが、まあ、まさにタイトル通りバラルッチを探せなんですけど、今バラルさんがいるここに皆様に集まっていただこうと思います。で、この場所がどこかっていうのは、私の方で言葉ではね、一切言いませんので、この動画の中からヒントを得て、皆様にお集まりいただきたいと思います。で、集まっていただくサーバーはサーバー21になります。サーバー21です。そこ間違えないでくださいね。さあ、わかりますかね。あえて、ドルボードに今乗ってるのはですね、これ、降りるとね、音楽はこう独特なんですよ。ね。で、まあ、左上に字も出ちゃってるし、マップ映すとこんな感じ？もう映さないよ。もううるさいよ。ここへね、皆さんお集まりください。2015年8月10日13時30分。まあ5分ぐらい前にね、来ていただければいいかなと思います。で、そこからね、皆さんをお移ししたいと思います。で、毎回ね、まあ要はただ移すだけ。特に何をするっていうわけではないんですね。で、前々回あたりからかな、皆様の個別にね詳しく見るっていうところを、見させていただいて、まあ一人一人ねちょっと感想かなんかを私の方で言いながらご紹介したいなと思います。で、前回ちょっととちっちゃったのがね、ドレアをやっている皆様の情報をね流そうと思ったんですけども、あのドレスアップを見るっていうボタンがあるんですね。そこを見ると詳しく見れたみたいなんですけど、私の方が無知でちょっとそれはできなかったんですけど、今回その辺もね、お写ししたいと思いますので、まあドレスアップ、自慢のドレスアップをやっている方は、まあ自慢のドレスアップでね、来ていただければよろしいかなと。その他服装は何でも OK です。裸でなければ何かしら着てきてください。裸でなければ何かしら着てきてくだされば OK です。で、ここに集まって皆様をお映しするという、まあ大体10分から15分ぐらいでしょうかね。そんな企画ですね。ちょっと降りてみますかね。聞こえますかね？独特の音楽ですね。ドラクエ3あたりからこの音楽使ってんのかな？確か。私の記憶に間違いなければ、あるなんかこうちょっと山みたいなとこのあれはこの音楽ですよね。まあ左上に山が出てますけど、ちょっと望遠してみる。
あそこになんかちょっと包帯巻いた人とかいたりしますよね。で上の方こんな感じ。まあこういうとこですよ、こういうところで、ここにお集まりいただこうかなと思っております。皆様分かりましたかね、場所ね。難しくないですよね、今回非常に簡単かなと。ただあのバージョン 2.0 を持ってないと来れないような気がしたんだけど、違ったかな。ちょっとシステム的にね、来れない方は申し訳ないなと思うんですけどもね。で今回は、ドラクエ10の公式ホームページの方にね、募集の方をかけさせていただきましたので、初めてね動画見てくるという方もいらっしゃると思うんですけども、もちろんそういう方もぜひぜひねたくさん来ていただければなと思っております。YouTube のね語りルームというチャンネルで、放送いたしますので、 YouTube に出たいぜという方々、皆様方、来ていただければと思います。まあ夏休みなんでね、昼間の1時半のできるだけキッズタイムに引っかかるように、やっていこうかなと思っておりますです。で、毎回そうなんですけども、なんだっけ、鬼ごっこ帽子ね、持ってきてください。鬼ごっこ帽子。撮影後ですね、この場所、もう映さないよ。この場所で、ちょっとだだっ広いところでね、隠れるとかあんまないんですけど、みんなでちょっとね、鬼ごっこ2回ぐらいやって楽しんでから、お別れしたいかなと思っておりますです。よろしいですかね、場所。そんな難しくないですよね。もう超簡単、今回。音楽も流れちゃったしね。超簡単です。ということでね、たくさんの皆様が集まっていただけることを楽しみにしておりますです。一人以上集まれば開催しますので、ぜひぜひたくさんの方来てください。でね、この後ちょっとお送りしますけども、同時にね、毎回行っている、間違い探しクイズね、そちらの会場の方にちょっと移動したいと思います。はい、それではですね、間違い探しクイズの会場に来ました。今回ちょっと初めての方を意識した撮影をしていきたいと思っておりますです。要はですね、バラヌさんの自宅ですね、兼、チームの、集会所にもなっておりますけども、場所がですね、左上の地図のごとくですね、アズランの、静かなる湿原地区の7672番地、違う、7672丁目の3番地になります。3番地ですね、ここはチームの皆様が、住んでいる場所になります。なので、まあ外で撮影してもね大丈夫なんですけど、皆さんはここに来ていただくのはこの中ですね、中、まあ今住所左上に出てますよね、ここへ来てください。間違い探しをしたい方はですね、で、室内のこの室内、バラルさんのお宅の室内の3箇所を変更します。で、今現在動画で映している部分と変更した後の違いを見比べて、おはがきでね、お手紙で、バラルさん宛てに答えを書いて送ってください。ということでね、お手紙を出すので、筆登録してる方しか結局できないんですけども、毎回結構ね、たくさんのお手紙、ご応募いただいております。なので、筆登録まだだよっていう方は、先に筆登録をした上でやってくださいね。で、かつね、ちょっとお知らせしたいんですけども、フレンド登録がね、何人までできるかわかんないんですけど、多分ね、もういっぱいになっちゃうんですね。なので、まあ、この動画で言うのもなんなんですけども、サブキャラとか、もうプレイしてないけど抜けられるという方、ちょっとご好意で、筆登録解除できますよという方がいらっしゃれば、
こっそりね抜けていただけたらなと思っております。こちらからフレ登録解除みたいなのはしませんので、こうちょっとなんか踊ったりしておこう。絵が動かないんでね、まあ、こっそりねこっそり抜けていただければなと思います。あえて断らなくていいのでね、本当に抜けちゃう方は長い間お世話になりましたとかお手紙いただくかもしれないんですけど、そういうのちょっと寂しいので、こっそり抜けていただけたらなと。まあできればサブキャラとかサブサブキャラとかねやっている方がいらっしゃれば、どれかのキャラを残して、抜けていただくと助かるかなと。あとはもうずっとプレイしてなくてね、抜けられるよっていう方いらっしゃればお願いします。新しい方のためにね、枠をちょっと開けたいかなと考えております。ではね、早速ちょっと間違い探しの場所、ここバラル三択1階ですね。1階こんな感じ、よく見てくださいね、覚えてくださいね。で実際に来ていただいて見てもらっても大丈夫です、動画以外にね。でこいつはね顔が変わるんですけど、触るとねこの顔の変化はクイズの答えにはしませんので間違いないよ。で鬼界の方行ってみましょう。2階はこんな感じ。まあ前回撮ったね時と前回の答えと同じ状態になってます。こんな感じ、汽車が走ったりしてね。前回はこの汽車がね新しく購入したやつだったんでね答えだったんですけど、このなんかなんていうの、茶ダンスじゃなくてなんていうんですかね、こういうやつとか答えだったんですけどね。で今回は今の状態から3箇所変更します。ただ単に物がなくなってるだけかもしれないし、増えてるだけかもしれないし、何かと何かが入れ替わってるかもしれません。とにかく今の状態から3箇所変更しますので、その箇所をお手紙に書いて送ってくださいね。もう何回かやってる方はねやり方ご存知かと思います。で変更する日ですね、視聴者様撮影会を10日に行うので、9日の夜の予定なんだ、どうなってるかな、あ大丈夫だね、9日の夜、まあ24時過ぎたあたりに変更します。24時過ぎたあたりに変更したいと思います。で、ご応募の期間ですね、ご応募の期間は、変更後だから、8月の10日11日の深夜にしようかな、11日の24時までの消印の方、まあ、お手紙出すと日時が記録されますよね。なので11日24時までの消印の方を、有効といたします。ご応募はだから、8月10日の、まあ、24時過ぎぐらいかなに変更しますので、その後から、11日の24時までの決心を有効とさせていただきたいと思います。で当たった方にはですね、毎回もれなく粗品をお渡ししております。まあ大したものではないんですけれども、粗品をお渡ししたいと思います。それは1つなのか2つなのか3つなのかはその時のバラルさんの、懐具合と相談してお渡ししたいと思いますので、たくさんのご応募をお待ちしておりますです。まあ、お手紙のね書き方は画像の方でねお見せしているので、そんな感じに書いてくださればよろしいかと思います。ということでね、8月は、先ほどの
バラルッチョ探せ編でも、言いましたけども、公式ホームページの方にねちょっと募集かけましたので、初めての方もいるかなと思いまして、初めての方でも分かりやすく説明したつもりなんですけども、どうだったでしょうか。ぜひね、バラルッチョ探せだけでなくね、間違い探しクイズの方にご参加してくださいと。で、どっちかだけでも OK ですし、両方参加してくださっても大丈夫です。以上ですね。そんな感じでぜひ、ご応募の方お待ちしております。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。